アレックス・ジョン・メイヤーは、アメリカ合衆国インディアナ州、リケーター軍グリーンズバーグ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2008年の MLB ドラフト20巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、ケンタッキー大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト1巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。翌2012年に、参加の A 級。 ヘイガーズタウンサンズでプロデビュー。この年は A 級ポトマックナショナルズでもプレーし、2球団合計で25試合に先発登板して10勝6敗、防御率2.86、139奪三振を記録した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。2012年11月29日にデナード・スパンとのトレードでミネソタツインズへ移籍した。 2013年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズと AA 級、ニューブリテン・ドック・キャッツでプレーし、2球団合計で16試合に先発登板して4勝3敗、防御率2.99、100奪三振を記録した。オフには、アリゾナ・フォールリーグに参加し、グレンデール・デザート・ドックスに所属した。2014年は、トリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスでプレーし、 27試合に先発登板して7勝7敗、防御率3.52、153奪三振を記録した。また、2年ぶりにオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2015年は開幕からトリプル A 級ロチェスターでプレーし、6月25日にメジャー初昇格を果たした。 翌26日のミルフォーキーブルワーズ戦でメジャー初、登板したが、1.2回で4失点を喫した。この年メジャーでは2試合に登板して、防御率16.88、3奪三振を記録した。2016年、ツインズでは2試合に登板して0勝1敗、防御率12.27、5奪三振を記録した。2016年8月1日に、 ヘクター・サンティアゴ、アラン・ブセニッツとのトレードで、リッキーのラスコ、キンセンと共にロサンゼルス・エンゼルス移籍した。この年エンゼルスでは5試合に先発登板して1勝2敗、防御率4.57、24奪三振、移籍前を含めた2球団合計では7試合に、登板して1勝3敗、防御率5.68、29奪三振を記録した。 2018年11月26日に契約解除となった。2019年6月25日に現役引退を表明した。フォーシームとカーブを主体とし、ツーシーム、稀にチェンジアップも投げる。ありがとうございます。